行ってきます。面白いですね。アジュ、シュは、実は昨日ですね、王さんがパンツをちょっと切って、王さんパンツいっぱいあって、日本に行ったくないね、両親が日本で勉強しなさいと言われた、ポンちゃんに振られちゃったんだよね、俺。何喋ってんのか分かんない時が結構あって、韓国語。全然聞き取ってもらえなかったみたいでさ、取られちゃったよ、最悪だよ。